ていうことですか。見ようかなって思ったけど、やっぱやめたみたいな感じ。始まった、違う。あれ、これじゃ あの誰か来たら分かるんですか。分かんじゃない、分かんない。これさ、はい、このこれ分かる、これ JCB ギフトカードって。おお、なんかそうですね、前に叩いた人1万円分もらったんだけど。あ、はいはい、前いただいたことありますね。どうすんだ。そのこのお店に書いてあるところだと、使えるってことですね。使えるってことだ。そうですね。よくわかんないね。なんか、あの、この間、1年ぶりですかね。こう一緒にこう。そうかな。ですよね。1年配信は1年ぶりぐらいですね。今こっちに、こっちが今これどこ利用できる店舗ってのはイオンとか、はいはい、あ、伊勢丹でも使えるんだ。あ、みたいですね。うーん、でもよくわかんないんだけど。おー、でもいいですね。当たります。もう早速歌いますか。はい。これは誰かこう、まだ見に来てない感じですか。やばい、どこで見んのかな。あ、いや、何歌います。あー、いいですね。これ歌っとこう。あ、いいですね。いやい。これ何人とかがよくわかんないんだけど。あ、でもこれはこれ数字ですか。あ、まあ、よくわかんない。誰かと見に来られてるとか、ちょっと一人分かった。いや、なんかいいですね、久々ですね。コメントくれ。うん、わかんない。あ、コメント来てるんですかね。思い出の夜は、あ、いいですね。日々が深かった。今日も気が降る万代橋を、別れの前に抱きしめた小さな方。幸せの夜を二人過ごしたね。いつか寄り添った古町通り、ほのかに白い指先で涙を拭いた。ああ、ああ、思い出の思い出の新潟の人。ちょっと分からなかったんですけど、はいはい、よく分かんないんだけど。あ、これ来てる。あ、すごい。なんて書いてある。あ、どうもありがとうございます。なんか初めてなんで、ちょっとよくやり方が分からない。コメント来てます。どうにか来てます。なんて来てるんですか。なんかよく分からないけど、
え、なんて来てるんだ。こんばんはって。あ、こんばんは。こんばんはって。こんばんは。あ、いや今見てくれてるんですか。ハムコさん。ハムコさん。あ、ハムコさん。おお、ハムコさん久々ですね。ああ、嬉しいですね。目玉先輩でも。はいはい。太りましたよね。ちょっと自粛中にあのかなり太りましたね。今ダイエット中でございます。じゃあ上沼くん久しぶりだって。あ、お久しぶりです。ちょっと太りましたけど、ちょっと原型ないぐらいちょっとイメージが変わっちゃったから。あ、そうですかね、うん、あ、今結構そうですね、今ダイエットしてますね、頑張ってますけど。じゃあもうなんか歌いましょうか。わかりました。あ、ね、嬉しいですね、でも聴いてくださった。あら、こうすけさんのね、配信は1年ぶりということで、なんかちょっと緊張してます。緊張緊張でもわかるよって。あ、本当ですか。あら、わかるよ、ありがとうございます、嬉しい。こういうのこう、時代遅れ。あ、あれして砂時計じゃないんだ。違う。あ、砂時計も後でちょっと歌いたい。ありがとうございます。すいません。加工なくても大丈夫です。あ一日二杯の酒を飲み、魚は特にこだわらず、マイクが来たなら微笑んで、お箱を一つ歌うだけ。詰まる涙を見せないで、子供に無知を聞かせずに、男の嘆きはほろ酔いで、酒場の隅に置いてゆく。目立たぬよはしゃがぬよ、似合わぬこと塗り寄せず、人の心を見つめ続ける、時代遅れの男になりたい。ありがとうございます。わっこらせて、わっこらせて。あ、なんかちょっと緊張しました。なんで久々に、なんか1年ぶりだということで。パチ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 。ありがとうございます、ありがとうございます。いやいや、この、そう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 、うん、この JCB カードって、はい、さっきの、はい、さっきの、これね、すごく気になるんだけど、はい、これを、はい、よいしょ、あ、今ちょっと覚えてますからね、はい、これを、はい、だからこれだからいくら使う、これだからお釣り出ないとかって言うんでしょ、これ。あ、そうなんですかね、お釣り出ないんですかね。あとこれお金に換えることできるの、これ。お金に換え JCB カードってやつこういうやつ、こういうやつ。今もうね、ハムちゃんしか見てないから、もう嬉しいじゃないですかね、もう見てくださって。あ、本当だ、一人ってなってる。貴重ですよ、ハムコさん。もうねえ、もう、いや、すごい嬉しいね。これだからお釣りは、はい、お釣り出ないでしょ。だから1000円分買って、ギフト券、そう、うん、だから1000円買って、あれ、1000円分の券を買って、はい、使おうとして、はい、800円だったら無理なんでしょ。ああ1000円分買って200円もつい出ないでしょ。でどうなんですかね、出ないんですかね。ご飯食べながら見てる。でも使えないでしょ多分。あ、書いてる、
釣り銭のお返しはできません。本当だ。額面以上でご利用ください。ということは出ないんですね。そうだから1000円分のギフト券だったら、はい、1050円ぐらい使って50円プラスで買った方が、まあ、得だっていう、はいはい、あなるほどね、はい、損しないように、はい、そういうことね。あそう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 、だから多少は金使えよと、はい、あなるほどね、うん、あいいですね。でもそういうあの券がお金と一緒ですからね。そうそうそう、東急ハンズとかにも使える。あなるほど。ダイエーアピタとかイトーヨーカドーとか、ね、これの期限は決まってるんですか。ってないんじゃない？あ、もうずっと。基本的には。あ、洋服の青山とかにも使えるんだ。本屋さんでも使える。うん、期限決まってないのいいですね。スーパーで使える。そう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 、スーパーで使える。もうこれもうあのハムちゃんとのね、なんかもう。なんか一方的ななんかビデオツアーなんかこう3人で会話してるような感覚ですね。そうそうそう、もういいんだよ。今日はいいわ。今日はいいわ。なんか前はこうツイキヤ、ツイキヤス、ラインライブ、ラインライブか、ラインライブの、ね、ラインライブだけど、あれはちゃんと映ったんですか。いや結構ねこの、はい、ツイッターライブって、はい、多分みんなあんまり知らないと思う。多分あ僕も知らわかんない。知らそうでしょ、はい、俺なんかボイメンの、ボイメンっていうグループ知ってる。ボイメンごめんなさい、どんなグループ。ボイメン。あ、そうそう、やっぱハムちゃんも知らなかったっていうから多分知らないんだと思う、これみんな。これはでも、コウスケさん あのツイッターに行けば誰でも見れるようなじゃあ感じなんですか。それでも見れると思う。あ、そうなんですね。この時間はみんな忙しいよ。そうそうそう、あ、忙しい時ね。さっき9人ぐらいになったのよ。はい、はい、12人とか、はい、で、俺が歌ってたら減ったのよ。歌ったら減ったじゃない。ちょっとさ寂しいですね。歌ったら減ったのよ。歌ったら減った。本当か。そうだからこれだから使わないといけないなと思いつつ。ああ。でもいいですね。だからなんか電気屋さんとか、はい、でも山田電機とか、はい、そういうのも使えるし。ああ。ご飯用意したり食べたりする時間でしょ。俺この時間帯から食べないもん。これ早いから。あ、そうか。あ、早いんですね。僕も4時過ぎ。これ4時過ぎとか食べるから。ちょっと早すぎですね。そうです。夜お腹空いたりしないんですか。いやだからもうあれよ。だからせんべいとか食べて。あ、せんべいとか食べてやっぱお腹空くんですね。そうそう。カニローラブでも使えるって。キソジとかで。ロイヤルホストも使える。あ、そうなんですね。トリエンソーテルでも使えるの。あいいですよね。え、それは？それはおやつ。そう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 、おやつ、おやつなんですよ。あ、ドン・キホーテでも使えるんだ。使おうかな。そうですよ。せっかくね、あの、まあ、いただいたなら使わないと。1000円なんかすぐ使う。そりゃそうでしょうね。1000円。あ、1000円分？ 1 万円分？一応1万円分もらったんだけど。いいですね。はい、お中元みたいな感じでいただいたんだけど、はい、そう、なるほど。もうなんかちょっともう歌おう、歌え、うん、せっかくやっぱ来たんで、もう誰も見てないんだよ。誰も、いや見てくれてるじゃないですか。ほぼハムちゃんしか見てないんだよ。いやもういいよもう。ありがとうございます。何歌おう、何歌おうだっけ。おこすけさん最近さ、何を歌ったか全然わかんなくて、うん、あー、こうすけさん、森進一さんとか、八代亜紀さんとかね。八代亜紀さん、ね、ましたね。いやあ、いいですね。あれを歌おうかな。はい、お願いします。これイエーイ、八代亜紀さんの、はい、愛の執着。愛の執着。あ、そう、音が26ぐらい。
膝を越えながら書いたあなたのこの手紙、文字の乱れ汗の抜きし愛の迷いじゃないですか、読めばその先気になるの。砂時計、はい、もうすぐ2になったから、あ、本当だ。いやちょっと歌わせていただきます。いやありがとうございます、見てくださって。あ、見ました人は名前じゃない、あ、そうだ、知らない、初めての方も、あら、あ、今の方もあるか。心が夜からあなたを愛するために生まれてきたから、たとえもし傷ついても車が泣かない、抱きしめて抱きしめても、手のひらを吸い取れる、もう誰にも止められない恋は落ちてゆく砂時計。ありがとうございました。ありがとうございます。なんかさ、この絵図だったらさ、はい、目玉先輩がコウスケみたいだよね、はい、目玉先輩ってコウスケ先輩じゃないですか。あら、パチ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 、あ、ほんとだ、確かに。そうそう、ちょっと入ってくださいよ、ちゃんと。あ、ありがとうございます。いいね、あ、嬉しいですね。今日はいいよ。今日はいい。今日実験だから。あ、そうかそうか。どうなのかなと思って一回やってみたいなと思ったら。コウスケさんもこれをやるのは初めてなんですね。そうそうそう。そうかそうか。じゃあ、あの、恋歌う、恋。お、いいですね。ちょっと入れてもらって。はい、承知しました。え、恋ね。松山千春さん、ね。実験。やったことないからさ。恋。どんどんツイキャスとか、はい、ツイキャスと LINE ライブとインスタライブをやったことあるんだよね、はい、あ、そうですね。だけどあとはやったことないんだよね。あ、そうか。これ誰が来たとかってこっち分かんないんだけどね。このまま、あ、はい、大丈夫です。結構分かんないよね。あ、ちょっとなんかこコメントがこう、僕 目が悪いので、ね、画像綺麗だよ。あら、あ、多分ね、これ照明だよ。あ、照明の、ここの照明がいいんで。あ、いいですね、声もね。いや、ちゃんと映っとかないとね。いいですか。あ、
愛すること疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ、鍵はいつもの下駄箱の中、きっとあなたはいつものことと笑い飛ばす違いない。だけど今度は本気みたい、あんたの顔もちらつかないわ。男いつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいい慰めていた。それで恋は恋。11だったの。あ、そうなんですね。で、俺歌い始めたら減ってきた、はい、そんなことないですよ、そんなことないです。なんだよ、なんだよ。ありがとうございます。松山千春のね、はい、松山さんのこの歌、いい歌、いい歌ですよね、本当に。いや、もうあの見事にこう歌いそんなことないでしょうか。だって、俺11だったの。ちゃんと来てよ、これ11がなんか3になった。いいじゃないですか。僕見た時2だったんで、もう、ね、そうそうそう、ね、2だ、はい、素晴らしい。汗かいた。なんか今日はなんかこうラフというかカジュアルというか、そうですね、もう暑いから、暑いから。いや、なんか歌ってください。あ、しました。なんか歌いましょうかね。通っただけなんで、うん、そう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 、じゃこういう歌もちょっと歌ってみます。中条きよし、あ、いい歌です。中条さんの嘘、いい歌。曲もいいよ、もう3人でいいよ。ありがとうございます。貴重な3人ですよ。まくってる、まくってる。もういいよ、歌わせていただきます。なんでいや、おかしいでしょ、僕はこうです。折れたタバコの吸い殻で、あなたの嘘がわかるの。誰かいい人できたの、できたのね。ああ、半年間の恋なの。ああ、エビの姿が洋服似合う。爪も添えずにいてくれた大人が宝まけるよな。悲しい嘘をつける人、ありがとうございます。あのワンワンで結構このペースだったら結構じゃ、なんかはいはい、なんかあら、目玉先輩が歌った時に7とか、あ、嬉しい。ってかなんでですか、そんなことないですよ。大声歌うと減るんだよ、ね、あ、減った。でもあ、なんかやっぱりこう気軽な感じで、じゃ あの皆さん見れるみたいな感じですか。いや、よくわかんないけど初めて、まあ、初めてなんでね、こう、あ、そんなことないですよ。こう安定の3人で、安定の3人で、嬉しいじゃん、最高じゃないですか。もういいんだよ、嬉しいじゃないですか、今日いいです。いやー、ありがたいですね。まあ
時間帯もあんのかな、うん、まあんまり知らせてないっていうのがあるからね。まあ、確かにさっきあのね、ハムさん言ったように夕飯時なのかもしれない、ね、夕飯時なんだね。みんな遅いの食べるのね。そうですね、僕たちがちょっと早いんですよね。何時食べるの？5時ぐらい。5時ぐらい、ちょっと早いですね。あ、そうですね。でも急だったし、この時間帯だしねっていう。あ、そうか、そうか。ハムコフォローが入ってます。ありがたいです。じゃあ、これまた俺歌ったらまた減るんでしょ。そんなことないですよ。何をおっしゃいますか。いつもは7時ぐらいだから。一人こう、あの、増えたと思う。あ、増えたり減ったり、増えたり減ったりしてます。あ、せっかくなんで、ほら、4人の時にこうせた新しい方が。もう、ね、どうせ減るんだから。そんなことない。そんなことない。歌ったタイミングで減るの。ほら、もう減った、減ったじゃん、ほら。あ、ずっと増えた、増えた。ほら、増えた。ほら、今のうちにちょっと、早く入れて。何歌おう。あ、また増えます。多分、きっと増えるんで。もうどうせ増えないじゃん。いや、そんなことない。なんでそんなの。やっぱすっげえ。あ、いい歌をまた。選曲がまた素晴らしい選曲としますね。とんでもない。いや、合計49人だけど。本当かよ。あ、本当かよ。あ、増えた。増えた。はい。減るか減った減った。増え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 た。一度やり直そうと平気な顔をして今さらさら沈む振られたんやで、あんたはわがままな人やから、一つもつかないで出てたくせに、過ぎたことやと笑ってるあんたを憎めばいいのにね。やっぱすっげーね、やっぱ好きね、苦しいけどもあんたよ忘れない、やっぱ好きね、やっぱ好きね、気づきの手を今夜は。歌ったら減るんだよ。そんなことない。歌ったら減るんだよ。そんなことないでしょ。ほら増えたり減るんだよ。そんなことないですよ。何をしたよ。あ、よく来てるのがこっちわかんないんだけど、あ、来てる方はもうみんなだから、よく君とハムちゃんだけなの、はい、あらー、もう安定のね、安定のね、ありがたいじゃないですか。もういいよ、もういいよ。あ、見方がわからない。あ、わかんないか。あ、そうなんですね。結構なんかね、簡単だったと思うんだけどね、はい、気軽に見れるわけじゃないのか。じゃあこうよくまだだよ、まだ来てない。なんかよくわかんないんだけど、これやり方はね。なんか1年前もそんな感じでしたよね、うん、あれは、はい、スイキャスのやり方がわかんなくて、うんうん、そうそう、実際あれは流れたんですか。流れてないと。あ、流れてないんですね。違う人が見てくれてる。あ、そうなんですね。ちょっと、あ、ありがたいです。これまだ2になった、2になった。あ、これ歌ったら1になるか。歌ったら、ね、ちょっと、あ、3になった。あ、4になった。ちょっと今のうちにいいですか。せっかくなんでね、今のうちに。
後であの動画ください。もちろんでございます。僕もね、あの YouTube 用に、撮らせていただいてますので。まだまだ、2、3、3、3、3、マオイザミッションだ。ベストアルバム、マオイザベストアルバムリリース。これも松山さんで、これもちょっと歌って。なんでため息つくんですか。でも安定のね、ずっと見もありがたいじゃないですか。安定のなんか2、3人がぐる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 回ってる。ちょっと今回だ。こうせっかくだからなんかこうこの声でちょっとならまたこうポッて。何歌ってたかな。全然もう忘れちゃったんだよ。ジュジュ口は練習とかはどうですか。練習とかできてるのか。全然知らない。あ、そうか。そうですかね。この前でもコーリンっていうところで歌ってたんだよ。ライブすごいですね。あ、じゃあ酔っ払っちゃったらそう。いいですね。結構いろんな方がやっぱカバーされてるんですね。そう、キーちょっとわかんないけど。あ、じゃあちょっと とりあえず歌ってみて、もしあれだったらあの変えましょう、キーをね。あら、コメントですか。歌いたいので、歌うの、酔っ払って。おイエーイ。ちょっとお酒飲めたくなりますね。水じゃない、聞いてるわさよならを、
マイクの岩に立たな酔っちゃったふりしているわ泣き上戸だと周りに見えるよりここまで女に骨がない男はめったにいないかあなた一言言わせてよ罪作り罪作りっっあ、すごい小杉さん7人の方、うん、あ、すごいなんか落ちた落ちた何が落ちたなんかここからここからなんか落ちたってことあ、アニメのご覧の皆さんすごい賛成ですあ、嬉しいですねなんか小杉さんちょっと一緒に歌いたい歌もあるんですけど何ですかサソリ座の女あコウスケさんも歌われる僕も結構あのショーで歌ったりするんですけどこれよかったらちょっと、急遽コラボです今回リリースのミュージックが大きいかなちょっと小さくしますか私歌声じゃないですかはいもちろんじゃあ開けますよはいどうぞいやちょっとねコラボも交えながら4人4人、あ、ありがたい。じゃあ1番、2番、最後一緒みたいな感じで。時の隙間わからないわあなたは嘘のつもりで地獄の果てまでついている こんな命が手をそれは私サソリ座の女サソリの星いじるな星よあ、ちょっとお願いしますイエイあ、こっち来たいいえ私はサソリ座の女お気の毒様笑うがいいわ女の心を知らないで騙して汚して傷つけたバカな男はあなたがどうよ。それには毒など入れ